体重無制限のヘビー級の選手でさええー、試合ではベストの体重まで絞ります。いやほんとそうなんですけどねまあいいとしていずれせよ、えー、と軽量ね、えー、軽量に関しての、えー、契約書が来ました、えー、そこにはね、えー、ともし、えー、と体重オーバーだとーだと3万円の罰金と,、えー、と僕側で、えー、購入したチケットは、えー、と全部相手選手が持つということが書いてありましたんでうん。 楽しみですね、それもね。うん、だからあの、相手選手持ちらしいです。大変だな、それ。大変だな、それ。うん。座でございます。今回、少し気になったのは、無制限だけど、契約書には高騰確認した84キロとなってしたのか、それとも78キロなのか、制限なしなのか。ペナルティがあるとということは 無制限だけで口頭での約束がしっかりと残っていると考えても良いのかもしれないと思いました。仮に口頭約束が記載してあったならば、予想されるのは、豆山さんが運営にこねる。通らなければ、ばっくれる。マジで、そこまで言ったら、ただの老害になってしまいます。ただ、契約書の内容は不明なので、どうなのでしょうか。それでは、また、お会いしましょう。